するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。それではトン3曲です。皆さん開始してください。ドラは嘘、白鳥さん、親がやってきました。そして今回の手はお結構赤ドラいけそうですね。初めて赤が自分の手にやってきました。攻めたい2回言いました。いいですか？はい、大実も何がやってくるか。違いますね。自敗ってどうします、こういう時の、まあ、これは全部役に関わる。そうですね、ただやっぱり4面積ちゃんと作ってで作らないと上がれないゲームなんで、はい、基本的に役牌頼みで進行しなければいけないときはそうするんですけど、今回は単純に多発が足りてないっていうのと、はい、この浮き牌のパーピンにくっついても単野王が見えるじゃないですか、うんうん、なんでやはりそっちを重視したいので、うん、組み合わせのパターンが多い数字の牌を残して自牌から切っていきます。切っていくんですね、はい、うん、まあ僕はこれ白から切るんですけど、一応、はい、白と発も結構こだわりあって。どういうこだわりなんですか？いやもう超くだらないんですけど、いいですか？いやぜひお願いします。この手って大体次発出てくじゃないですか。はい、出てきます。放銃した時に裏ドラになりにくい方を基本的に残すようにしてます。へえ、うん、今自分から白が1枚見えてるんで、枚数ですね、はい、よくそれもたまになんかこうおっしゃってる人聞くことあります、はい、うん、僕結構それやることも多いんですけど、ただ例えば M リーグみたいな、はい、特定の人と何回もやる試合って、はい、うん、そういう癖って読まれちゃうじゃないですか、うん、読まれちゃう。だからわざと変えたりしてます。たまにランダムに。そう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 、それな。それな。パーピン統一になりましたね、はい、まあこれで単野王が見えたんで、はい、嬉しいですよね。うん、なんでここは上がりにまっすぐ発を打ちます、はい、今回親を迎えたわけなんですけれども、はい、親の時とこの時って意識の持ち方変わったりするところあります？結構相手方にプレッシャーをかけていって、はい、っていうのはありますね。だいぶ攻め気味になると思います。ここまで対応だったり周りのことかなり気にしてる一面の方が多かったんですけど、はい、親の時は結構積極的に、俺白鳥だぞみたいな、俺がスターだぞみたいな、ね、出してくんですね。出してきます。これちなみに仕掛けますね。あ、仕掛けるんですね。ポンしてタイヤを、うん、E ピンのあたり切っていくんですか、うん、そうですね。現状はタイヤをドラドラなんですけど、やっぱりこれはまた嘘を引いて漫画になるかもしれないですし、はい、上がりにも近くなるのはやっぱりポンだと思うんで、ポンしてペンちゃんとハツを払っていくっていう。確かに赤もあってね、内側のドラだったら、はい、5800から1万2000の変化って結構ありますもんね。そうですね。なるほど、今回仕掛けていくこともあるというお言葉がありました、はい、ああ今度はチーピンが来た。一応ツモは伸びてますけれども、うん、そうですね、うん、ダブトンの重なりを期待するか、はい、ペン3品ダイレクトに入るのを期待するかっていうところなんですけど、今の捨て牌状況ですと自牌とソーズしか切られていません。はい、で3品の状況は不明なんですが、はい、上茶はもうすでに急走パーソンのペンチャンターツ外しをしてるというところで、うん、まあ子供なんでどういう進行かわからないですけど、早い可能性もかなりあるというところで、うん、はい、別にペン3品がいいっていう情報ももちろんないですし、ですね、まあ、あるかどうかもわからないんですけど、ここは E ピン2ピンを僕は払っていきます。残して、はい、どちらから？やっぱり単野を見てですか？はい、 E ピンからいきますね、はい、一応ちょっと上茶に対して崇拝よりもトンの方が安全なんで、それもちょっと残したいっていうのもあるんですけど、基本仕掛けていく前提なんで E ピンから切ります。受けよりもでもそれは自身のこうね、まあ、攻めにも攻めに転ずるような、はい、うん、攻めもありますし、はい、受けとしてもやっぱりトン残しておいた方がいいかなっていうのと、自敗の後に下茶ウーワンがね切られました。まだ泣ける牌は出てきません。キューピンはつもぎり、まあこれはやっぱり2ピンつもと、はい、まあ、数ピンつもで単野になるんですけど、まあ、数ピンつもはウーピン持ってるんでちょっと
形自体は狭まっちゃうんですけど、シャンテン数は上がると、カンローピンとサブローピンのターツになるんで、シャンテン数は上がるということでリアンピンを切ります。うん、キュン残しました。はい、なお今度はチーピンですね。トイメン手出しです。トイメンもね、そのシャアを切ってきたじゃないですか。はい、ダメに。シャア僕の安全牌なんですよ。はい、なんですけど、おそらくそれは残さずに切ったんで来てるのかなっていうのもありますよね。周り少し手が進んだように確かに見えますもんね。はい、下地はちょっと分かりませんけど。そうですね。さあ今度はまっすぐチューン行きます。はい、ツービー行きましたね。はい、これこの形になると、ウーピンポンはせずに、パーピンとチーマンを仕掛けて、あと3ピンも僕はチーしますね、もう両面で。おぉ、いやー、ちょっと、トイメンは、つもぎりローマンで、真ん中の範囲を切られてきたんで、はい、やっぱり攻めてきてるんだなって、僕は思うんですけど。トンが1枚見れましたね。はい、この中で今一番気になってるのトイメンですか。トイメンですかね。いやでもね、全員結構同じくらい、うん、手が組んでるんですよやっぱり。はい、それが怖いですよね。うんうんうん、引き気味になってる人がいなそうだなって感じがします。結構ね、厳しかったりすると最初から引きの、ね、そうなんですよね。あ、僕なんか特にそういうのやっちゃいがちなんですけどさあこれでイーシャンテン、あ、来ましたね。はい、イーシャンテンなんですけど、はい、3層を切ってしまうと、うん、パーピンとチーマンとカンローピンの受け、はい、ただこれトンを切って3層を残しておけば、3層にくっついたときは次ウーピン切ってかなり広いイーシャンテンに受けれるので、ここは攻めるトンを打ちます。いや、数層引いたら嬉しい形ですしね。スーパー嬉しいね、あのドラヒョウスーパー嬉しいこれ数層チーしますよ、ちなみに。あ、その泣きの中には数層もあるわけですね。こっちするとさらにこうなった形よくなりますからね。うん、いいですね。今面前でイーシャンテンですが、出た時には仕掛ける、うん、仕掛けるのもありですよね。はい、ローワンがね、バニー2枚、ウーワンもバニー2枚見えてて、チーワンあたりもまだ残っていてもおかしくないか。あら、さあ、リャンピンを切っています。難しいね、難しいよね一度もね、周りの様子見てみましょう。パーピンも出ていない。チーピンが場に1枚、6球ピンも9ピンが1枚、チーワンは見えてません。そうですね。さあ、まあ、どうする。リャンピンが振り点とはいえ、うん、ですよ。まあ他の方切ってませんからね。うん、ここはやっぱシンプルに3層切りますかね。フォーズの横伸び変化だったりはもうさよならという形にするか。でも確かにこれかなり難しいですね。難しいですね。そのなんかパーピンを切って横に平たくしてしまうと、リャンウーピンチーマンのところが振り手になってしまいますし。そうですね。はい、でもし9ピン来た時にはタンヤオもなくなってしまう。うん、そうですね。うん、なんで3層ですかね。やっぱりシンプルに3層切ります。大事にしていたんですけどね。はい、うん、ここでソーズの形が決まった。でもいい手ですからね。そうですね。仕上げ、あ、チーソーにポンの声です。これマンズ出てきますよ。もう一枚違ったパーソーが出てきました。どういう手なんでしょうかね。あ、はい、ん？いやこれ、はい、ちょっと待ってくださいね。今ツモボになったら話します。うん、下茶なんですけど、はい、パーマンが手から出てきたんですけど、うん、シーソーポンで、うん、ダパーソーなんですよ。はい、なんで、まあ、778で想像を持ってて、はい、シーソーポンでダパーソーじゃないですか。はい、でこれパーマンを先に切ってるんですけど、はい、これ、パーマンの周りを持ってないとおかしいんですよ。なんでかというと、うん、安全牌のナンを残したいはずなのに、ナンより後にパーマン手出ししてきたんで、うん、パーマンの周りを持ってないとおかしくて、で、パーマンの周り持ってるとしたら、チーマンが、ションパイ。手にある。あ、ションパイっていうか僕の手に2枚あるんですけど、チーマン周り
1枚を2枚持ってたりとかする可能性があるありますね。だからそのトイトイだったりしたらパーマンで固定するのかなと思うんですけど、はい、僕はチーマン2枚持ってるんでそれが薄いんですよね、うんうん、でローマン統一もないんですよ、はい、で9万も3枚出てるんでないですよ、うん、はい、だからおそらく安全牌候補としてマンズを手の中に1枚持っててまだテンパイしてないんじゃないかなって思ってます。ああ今まだ貼ってはいない。はい、うん、外れてたらごめん。いやなんで、いやでも読みですから、はい、攻めます。はい、攻めますというか切ります。ちょっとマンズで出てきてくれよ、頼むよまあでも確かに8を何か意図的に持ってる理由があったってことですもんね。そう、うん、そうでしょ。9万持ってってくれよあと1枚しかないですけどね、9万。そしたらそれよりもこの手どうなんだ。これはもうストレートに攻めたいですよね。はい、ストレートに攻めると言ってもね、やっぱねこれの一番のストレートって何を切るのになるんですか。手ビル一番手が広いのはパーピン切りなんですけど、はい、やっぱそのちょっと手の中入れちゃいますけど、いや、お願いします。ここがリアン目になってて、はい、まあ、この形ってリアンウーピン引いてもテンパイですし、うん、まあ、サブローピン浮くも残るんでパーピン切るのが広いんですけど、はい、パーピン切っちゃうと、うん、あのポンテンとかがかけづらいんですよね。そうですね、タイヤはなくなっちゃうんで、ローピンの肩上がりになりますね、はい、他で仕掛けると。なんでここはまっすぐ、はい、タイヤでも仕掛けられるウーピンを打ちたいと思います。へえ、なるほど、はい、でもウーピン切っておくと、まあ、リアンピン切ってますしね、はい、まあ、そこ別にいいかなと。パーピンポンやできます、ね、チーマンポンも対応できるウーピン、はい、打っていいですか。どうぞ。ここ5枚持ってますけどいいですか いっちゃっていいですかやってみましょう。何も発生は周りからありませんでした。やべ、つもぎり早いな早いですね。でも他もまだね、パーマンってさあれ何だったのっていうのを聞きたいですね。答え合わせしたいぐらい。パーマンってさ、はい、いいのねえさあ引けるか。いきます。引けた時はリーチ打ちます。どれでも。いや、闇点になりそうですね。あ、今、はい、対面の方ともローピンとか切ってるんで、はい、闇点でも結構高い手になりそうじゃないですか。面前で張った時にはリーチをかけない選択になりそう。はい、はい、この親まだね、テンパイが入っていません。持ってきたのはドラのウーソー。一度名探偵みたいなポーズになってますね。どうしましょう、ウーソー。いや、これある、これ下茶店テンパイだとしたら、はい、いいですか。はい、チーマンがジャン島で778からチーソーポンしてるんですよ、うんうん、なんでウーソーが当たるとしたら、チーマンがジャン島なんで、うん、ウーソーとのシャンポンとかには当たらないんですよね、うん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 、要はリャンウッソーとかには当たるんですけど、はい、その場合は赤とか絡んでないと安いんですよ。そうですね、はい、2000点だったりとかですね、はい、ただそこに対してですよ、はい、結構攻めてきてる人がいるんですよね。さあ、それはトイメンの、はい、あの捨て牌が気になる、はい、だけど親なんで、はい、あの強めに嘘いきます。お、ドラをこの順目この状況を切るという判断ですね、はい、何も発生はありませんでした。頼むよ、ちょっと会っててくんないと困るよ少し考えてローワンをつむぎり。これなマンズな、いいピンもつむぎりです。トイメン、いやでも一つ仕掛けは入っていますが、面前の他はね、リーチもかけていませんからね。チュンは安全牌ですね、カミちゃん。引けた。引けましたか。じゃあチーピンいきます。満を持して、はい、闇点で。このチーピンにチーの声、下茶2フールになりました。マズだろう。初か。初が、これは2枚切れですね。安全牌。やっぱトイメンも。はい。はい、小声になってきました。皆さんヘッドホンしてるんで大丈夫ですか。声出しても大丈夫な、結構もう無限に行きたいですね
残りね、無限に行きたい限りあるつも山ですからね、はい、はい、お願いします。さあ、そっと闇でテンパ入れましたが、他もね、テンパ入っててもおかしくないですもんね。もう2つ泣いてる下ちゃんもいますし、あ、ここでトイメンリーチの声、手からイーソーを切ってのリーチ。このリーチ入りましたけど追いかけたりしますか？いや、追いかけることはないと思います。ない、一応現物待ちなんで、うん、僕はどんどん声が小さくなってきました。ローソンは現物ですね。リーチ社のどこまでも行きますか？結構行きそうですね、これは。前向きに、もう結構か、赤ウソ、赤トラ見れましたね、はい、あと1回だ。サブローピに固定したのがね、あのサブローピあんまり良くないなと思いつつも固定しちゃったんで、よくなさそうですか？ウーピングのところがね、はい、難しかったですね。そうですね、あんまり。これであと1回ハツが出てきた。おはー、3ピン積もられた3ピン。あれはシアトリさんの欲しい牌でもありました。リーチいつも3色 E ペーコー、裏は乗らず2004銭。さあ、ではみんなの手牌見ていきましょう。開けてください。ああ、よかった、危ないねさあ、今回サブローピン引き負けてしまいましたね、3ピン。そうですね。そしてあとは一応イーシャンテンですか、両脇。うん、やっぱね、あの仕掛けが結構巧みな、麻雀の巧みなプレイヤーなんで、トッポさんですね。危なかったですね、チェイソーポンのパーソーで。今日白鳥さんの巧みの回なんですけどね。あ、本当ですか。はい、トッポさんの巧みじゃないので安心してください。はい、いろいろね、後継のところを泣いていったんで、はい、危ないかなと思ったんですけど、うん、でもトイメンもやっぱりね、気にしてた結果、綺麗な手役の関わった、そうですね、3品でしたね、うん、まあ、イーソーとスーソーが振り返ったのかなとも思えるんですけど、はい、最後のね、そうですね、その前からテンパイは入ってたってことですね。入ってて、そうですね、スーソー引いてイーソー、はい、いろんな闇を含めて自身の手でね、しっかり攻め切ったんですけれども、うん、上がりは大物と決まりませんでした。そうですね、はい、残念ですね。親は流れてしまいますが、はい、まだまだこの後続きますから、はい、頑張りましょう、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。